可愛い女の子ばっかり描いてどうすんだみたいなことを言われたのがきっかけで、可愛かったらダメなのみたいな。でそこでロリータファッションっていうものに出会って、一度描いてみるとこれだっていうのはありましたね。可愛さを描く、伝えたいのは自分を貫く強さ。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。画家藤井香奈、日本発祥のロリータファッションに魅了され、可愛い女性を絵画で表現。そんな彼女が描き始めた理由。私はずっとこう、あのロリータファッションを着ている女の子たちの、自分がこれが好きですって言えるファッションとか生き方とかっていうのにすごく憧れみたいなものがあって、好きなものをちゃんと好きだって言える風になりたいなっていうところから出発してる作品たちです。憧れたのは自分にはない強さ、特徴的なファッションを題材にする彼女だからこそ持つ強いこだわりとは。私が今ここに生きていて、私がこのファッションが好きでっていうのは再現じゃダメだと思って、ロリータファッションって普通に着られるお洋服っていうのがあるので、着て幸せに思っているであろう人を描くとか、今着て感じることをなるべく作品の中に落とし込みたいっていうのはあります。好きなものを自由に愛せる世界へ、ロリータファッションと出会い導かれるように身につけた彼女が、その強さを描いた先に望むもの。ロリータファッション着てるとめちゃめちゃ言われることもありますし、年がとか言われることもありますし、そういうのにとらわれずに、ファッションだけじゃなくて本当に細かい色のところまで自分の好きっていう気持ちを大切にできるようになりたいなと。自分もそうですし、他の人の好きなものも尊重できるようにっていうのはすごく思っている。誰の好きも否定せず、自分の好きを貫き通す、そんな願いを描き伝え続ける画家藤井香奈の歩む道。中学生高校生くらいの学生さんとかが見に来てくださった時に、あ、私も好きなものを好きでいていいんだと思いましたって、私の絵を見て言ってくれたことがあって、私が描くことによってそういうエールの送り方っていうのができるんだな、今すごく大切にしたいところです。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は現代美術家吉野桃のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。